さあ、というわけで、今ですね、サッシーさんの運転で新潟の街中を走っております。はい、はい、まあ、今まではね、いつもこううちらが出て、あ、そうだね、喋る感じじゃん。今回だから逆に助手席からこう外を眺めるような車載動画風というか、あれね、車載動画ですね。そう、雑談的な感じで耳に入れつつ、夜の新潟の街並みというかね、うん、見てもらうのもありかなみたいな。そうですね、たまにはこういうのも結構車載動画見たりするしね。うん、いや自分も結構見ちゃうんだよね、うん、でなんか気づいたら1時間ぐらい見ちゃってね。ゆるっとした感じのね。いや久しぶりな、このゆるっとした感じは。でもなんかここ最近やっぱり語る系とかさ、うん、なんかがっつりこうライブに行ったりもそうだけど、そういう系のが多かったから、うん、結構ハードめというか、あ、そう、だからたまにはこう雑談メインでゆったりとした感じもあってもいいかなみたいな。まあね、ゆるっとしてるのね、あれレラっていうかね。そう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 、うん、で結構やっぱり車載動画好きな人も多いだろうから、別にこういうのがあってもまあいいっちゃいいかなみたいな。そうだね、だっていつもあれだよね、内側ってかあれだもんね、俺ら映してって感じだ。そうなんだよね、意外とだからあんまりないというか。そうですね、そう、自分はもう新潟に来てから車を運転することがなくなっちゃったんで、うん、もうもっぱら助手席なんですよ今は。だから結構ありがとうございますみたいな感じで乗ってるんだけど、ここ最近はでも新潟に戻ってきてから自転車生活が始まったから、うんうん、結構どこ行くにも自転車で行ってるんだけど、今日もだから普通に撮影に行ってたんだけど、はいはいはい、それもこうカメラを担いで、うん、ヘルメットをかぶって自転車に乗って。でもヘルメットかぶるってあれで本格的な感じだね。あ、そうね、ちゃんとやっぱり自転車乗るんだったら乗りたいなと思って、うん、で動画にも撮れるようにしたいなと思ったから、うんうん、ちゃんと、まあ、ちょっと手出せるかなぐらいのロードバイクというか。ロードバイクいいね。そう、そういうの買ったんですよ。ロードバイクってめっちゃ速度出るんですよね。あ、そう、本当にね、速いというか、自分でもがっつり本気で漕いだことがないからわかんないんだけど、うん、普通にゆったり漕いでても20キロとか25キロぐらい出るから。すげえ、すげえな。そう、結構ね、速いのよ。なかなかですもん。そう、ただ逆にその分怖くて。まあね、だって事故とか怖いもんね。そうそうそう、だから最初ヘルメットとか何も買わずに自転車だけ買ったんだけど、うん、無理だなと思って。やった方がいいわ。そう、ロードバイクとかね。そうなんですよ、だからこれやっぱヘルメットないと無理なやつなんだと思ってヘルメット買ったんですけど、はいはい、そうそうそう。だからなんかあれなの、普通の自転車と違う？あ、全然違うよ。なんかハンドル操作も、うん、なんかてかそもそも自転車自体がめっちゃ軽くて、タイヤ細いよね。そう、タイヤ細いから、片手でこう自転車担げるぐらい軽いから。ええー、そうなんだ。そう、だから下手になんかブレーキ片方だけかけたりすると、はいはい、こう何、ウィリーの逆じゃないけど後ろだけ浮いちゃうぐらいの感じになっちゃって、本当にそれぐらい軽いくてビビるんだけど。すごいね。そう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 。でタイヤもやっぱ特殊なやつだから、うん、なんかフランス式っていうらしいんだけど、普通のママチャリとかと違って空気の入れ方が違くて。どう入れんの？いや、なんか止める線があって、そこをネジでこう緩めて、うん、なんかフランス式のこう空気入れで入れる感じなんだけど、それが最初慣れなくて。なるほど。でロードバイクだと結構メンテナンスが2週間とか、2週間に1回は空気入れて、大変やん。そう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 、圧調整してみたいな。あ、そうなんだ。結構やったりとか、自分も全然初心者だから、うん、何もわかんないんだけど、うん、そうだからメンテナンス、本当はなんか定期的にチェーンも洗浄したりとか、洗ったりとか、本当はそういうのもしないといけないらしいんだけど、うん、まあそこまではさすがにまだ手出せてないから、っていう感じだよね。だから本当に買って、乗れますみたいな感じにまだなって、うん、乗り始めたぐらいにしかなってないから。うん、そうそうそう。で普通の自転車と全然こぐ体勢が違うからさ、そう、全然違うのよ。なんかどっちかというと四足歩行で走ってる感じというかそう、もう前にかがむ感じだからさ、ハンドルが、あ、でもなんかイメージつくわ、うん、はい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 、
あの弱虫メガネじゃないけど。弱虫メガネとか、そう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 。そう。サドルが高くて、はい、で、ハンドルの方が下にあるから、もう必然的にこう前鏡で乗らなきゃいけないから、体勢めちゃめちゃ、でもその方がやっぱスピード出るんだよね。なるほど。こう、うん、力がかかりやすいのもあるんだろうけど。なんかあの、ゆくゆくはそういう大会出たりとかない？あ、いや、そこまでは考えてないけど、うん、結構こう、長い距離走ってみたいなみたいなのは、やっぱ乗ってると、うん、こう、ワクワクしてくるというか。あ、いいね。うん、はあるよね。だから、なんか現実的じゃないかもしれないけど、うん、こう結構長い距離走ってみたいくなる感はなんとなくわかるというか、そういうのやっぱ YouTube でも探して見てたりすると、うん、やっぱそういう、ね、やってる人とかいるわけよ。こうなんか、島一周巡ってみたみたいなのとか、ああ、なるほどなと思って見てるんだけど、さすがにそこまではできないだろうけど、まあやっぱ、まあ、痩せようかなと思って買ったけど、多分、本気でやらないと多分痩せれないよね、自転車も。いや、でもいい運動になるっしょ。いや、うん。めっちゃもう、だから初日とか乗った時なんかは、腕本当に上がらないぐらい筋肉痛になったし、なるほど。足もなんか、普通の自転車と漕ぎ方が違うからかわかんないけど、うん、全然使ってる筋肉が違う感じがするというか。あ、パンパンになる感じ。そう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 。なんか、競輪選手が太もも、がすごいこう筋肉がついて、ま、太もも周りが広くなるみたいなのよく聞くんだけど、うん、その感じがよくわかるというか、あ、そういうところに力かかってくるんだなみたいな、足パンパンになる感じはすごいね、自転車乗るようになってよくわかったというかね。いやー、そうだね、結構何十キロ出るっていうもんね。そう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 。もう一回だけちょっとなんかあの乗らせてもらったことあって、確かあれだよね、なんかすごい本当にその時すげえ出さなかったけど、なんか結構スピード出るんだよね。そうなんだよね。だから結構普通にゆるく乗っててもやっぱ20キロぐらいは出ちゃうから。すごいよな。逆にだからあの結構普通のママチャリとかだと歩道走る人も結構見るんだけど、うん、歩道走れないは、ね、危険だもんね。そう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 、怖いのもあるし。なんかそっちの方が逆に事故を起こしそうというか。そうだね、確かに、うん、そうだわ。そうなんですよ、だからここ最近は自転車ちょっと頑張って乗るようにはしてるんだけど、いかんせん新潟雨が多すぎて。雨だよね、なかなか、ね、そうなんだよね、だから通勤で自転車乗るようにしたいなと思いつつ、晴れてる時は乗れるんだけど、雨降ってるとやっぱなかなか自転車怖いよな、まだってなるし。そうだね、そう、なかなかあれだよね、雨が直接当たるからね。そう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 。びちょ、なんか仕事する前からびちょびちょになったのも嫌だから、っていうのもあるんだけど。帰りだったらまだあれだけどさ。確かにね。うん、結構新潟はやっぱ雨多いなと思って、ね、改めて思ったよね。確かに。うん、まあ、ここ最近結構、まあちょっと落ち着いて自転車何日か乗れてたけど、またなんか天気悪くなるみたいな感じも聞いたから。ここのとこちょっと天気いいけど、ね。うん。4月入りましたしね。そうなんですよ。だからいずれは自転車に車載動画じゃないけど、それこそ本当に。自転車の上にこうカメラ置いて、なんか撮れるような感じにはしたいなみたいなふうに思うんだけど。なかなかね、そう。売ってはいるんだけど、どれがいいかなみたいなところから考えなきゃいけないから、難しくて、うん、種類が多いんだね。そう、種類が多いのもあるし、なんか自分がいいなって思うところも見つけてたりはしたんだけど、うん、なんか結構今やっぱこのご時世だからかわかんないけど、販売の目処が立ってませんとかにもなってたりとかして、ああそういう感じなのかみたいな。なんかカメラ業界もちょっと前までは結構本当に入荷いつになるか分かりませんとか結構あるぐらいね、半導体足りないみたいなよく聞いてたけど、本当にそんな感じだったっぽいから、そう、なんかどこにでもそういうのついてきてるんだなと思って、だからもうちょっとね、自転車につけてやるにしてももうちょっとかなっていう感じはするんだけど、ただなんかアクションカム今東京でミッキーさんが一人で頑張ってくれてるんだけど、うん、ミッキーさんの方にアクションカメがあるから、うん、
そう、だからもしやるってなっても、なんかもう一台ないと撮影できなそうだなみたいな風なのはあるから、当分先にはなりそうな気がするけどね。そう、まあスマホで撮ってもいいんだけど、スマホで撮るにしてもね、その自転車に乗っけるマウントというかがないとダメだから、もうちょっとそんだけ速度出るとなんかあれだね、撮れた時怖いね。そうなんだよね、スマホとかね、余計にもうしっかり固定しない。そう、でも見るとやっぱいろいろあるのよ、そのなんか拡張性じゃないけど、うんうん、ハンドルのこの部分になんかこういうのつけてとか、はいはいはい、そういろいろできるっぽいから、ね、そう、部品ってかのあれでしょ、なんかそのすごいこだわるとめちゃめちゃあれなんだよね。いや、そうなんだよね、部品高いね、確かに。そう、ただ値段を考えるとなかなか高いあれだなと。すごい種類もありそうだしね。そう、まあ、今当面の目標は自転車動画がいずれ作れたらいいなみたいなのはありますけど、まあ、楽しそうだね、確かに。楽しいし、風景楽しめるだろうし。いや、そうだね、わかる。なんかそういう風景楽しめる系のがいいよね。そう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 、あとはなんかやる口実にもなるというか、はいはい、動画で撮るんだったら自転車焦げるし、うん、焦げんだったら痩せれるかもしれないしっていう。そう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 、だからそれはね、一個足かせじゃないけど、うん、まあなんかそういう風にしないと多分もう意識的に痩せれなそうだから、うん、なかなかね、うん、だからちょっと今頑張ろうかなって思ってるところではあるんだけどね。まあこれからね、梅雨が終わればいい時期になってくるから。そうだね、うん、確かに。そう、そしたらちょっと遠出とかできたらいいなみたいな、自転車でね。それこそね、もうちょっとしたら桜も咲くだろう。あ、そうなんだよね。今年どうなんだろう、高田は。いや、あれじゃないかな、多分。なんだっけ、その出店とかって、うん、あれなんでしょう、その地元のところとかだったら出せるけど、なんかあれでしょ、なかなか前って出店めっちゃ出てたじゃん、うんうんうん、多分縮小してるみたいな感じじゃなかったかな。だからなんとかほら、高田のなんとか祭りって書いてあったけど、その祭り自体やんないんじゃない、多分。あ、そうなんだね。まあそれこそ東京に行く前までは結構ね、高田は撮影しに行ってたから、もう2年3年ぶりだと思うんだけど、まあ、ちょうどあれだろうね、日本だったらか2年。そう、だから自分が本当に行ったタイミングに合わせてコロナも一緒にやってきたみたいな感じだったから、本当にねタイミング悪かったんだけど。そうだ、高田多分コロナってか行ってないよ。ああ、そのコロナなんか流行りだしてからか。そうだよね、行けてないというか。そう、だからそれが行けるといいななんていう風にはね。ね、夜桜は綺麗だしね。そう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 。一応だってあれだよね、三大夜桜だから。そうそう、ね、確かに。うん。あとはやっぱカメラとか撮ってるんだったらやっぱそういうのは撮りたいよねってなるからさ。うん。ただ一回俺なんかあの出店も好きなんだよね。なんかそのお祭りっていうか、そういうなんかさ、屋台とか好きだからさ。いや、いいよ ね。そう、食べ歩きもそうだけど、なんかさ、ね、あの匂いとさ雰囲気が結構好きだからさ、うん、確かに。いいよね。あれし、ポップ焼きとかも新潟なんだよね、あれ。あ、そう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 。すげえね、あれだけど、うん、あれね、新潟なんていうと結構意外だよね。確かに、ポップ焼きは、でも、やっぱり、東京でも欲しがる人いるのか分かんないけど、うん、あの、物産館が表参道にあって、うんうん、そこに行くと、売ってんの？売ってる、売ってたのよ。え、それはあれなの？ちゃんと目の前に？いや、それは、でもなんか、あの、パックになってて、電子レンジ、そう、電子レンジでチンしてみたいな感じではあるんだけど、やっぱ、東京にいると、たまに恋しくなることがあるんだよね。だからそういう時にはいいんだろうなみたいな。うまいもんね。うん、そう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 。言うとあれじゃん、三日月のイタリア。あ、イタリア。ね、あれもうまいからね。そう、あれもわざわざ親に頼んで、そう、なんか実はお取り寄せもやってて、そうそうそう。だからイタリアンも4食ぐらいで、4食だったかな。そうなんだ。そう、なんかね、送ってくれるあれがあるらしくて。いや、うまいと思う、あれは。そう、親に送ってもらってね、食べたけど、懐かしい味というかね。ねえ、なんかあれ、
安いしうまいしお得だよね。そうね。しかも意外といろんな味あるじゃん。あ、確かに。うん。あの、ホワイトクリームみたいなのもあるし。カレーとかね。カレーもあるしね。俺なんだかんだね、一番ノーマルなんですけど。あ、いや、俺もそうだわ。ね、安定してるというか。うん、しかもあれいいところって買うとさ、クーポン券あ、そうそう。絶対くれるからね、あれね。それでまた結局次やった時に。いや、そうなんですよね。くれますからね。うん。クーポンで言ったら、勝屋もあるよね。勝屋って無限クーポンだよね。あの、勝屋食ったら100円くらい。ああ、そうね、そうね。結局。うん、確かに確かに。すげえ、またくれるからね。合ってないようなもん。そうだよね。あれ、中岡の方だと、三日月じゃなくてフレンドなんだよね。若干味違うんだよね。俺、うん、三日月の方が好きだな。ああ、俺もでも、やっぱ三日月の方が親しんでるからかわかんないけど。ね、それなんだろうね。うん。この辺りは、それこそ学生時代なんかは、よく海行くってなったらこの辺り来てたから、すげえなんか久しぶりな感じましたけど。またね、こう、それこそね、ゴールデンウィーク明けるともう夏じゃんっていう感じになってくるから、そうなった時の晴れてる天気の中で海沿い走って、あ、いいね、シーサイドラインみたいな。もうシーサイドラインでめっちゃ走りますけど。いや、だよね、うん。だからそれはやっぱ絵になるし、いいよね。確かに。うん、そうだね、晴れててもうシーサイドラインいい。そう。それこそあれだよね、その、ロードバイクのシーサイドラインとか絶対気持ちいいんじゃない？あ、気持ちいいだろうし、あとは結構高低差あるじゃん、あそこって。うん、だから、すげえ体力的にもきついと思うから、楽しみながら痩せれそうな感じはするよね、すごい。確かにそうだね。うん。やっぱでも、長距離走るってなると、うん、ナビないと、そう。だからそうなると、やっぱスマホで、こう、なんかこう、見れるような、ホルダーがないとダメってなって、そう。だからそれもあってね、いろいろ難しいなと思って、最初やるまでが、なかなかね。まあでも、近いうちに、いろいろ考えて、何とか撮ってみたいなっていうふうに思うんですね。意外とでも、あの、自転車買って気にするようになって見てると、結構ロードバイク乗ってる人って多くて、そう。この前も街中で見かけたけど、結構20代の、多分大学生ぐらいの人だと思うんだけど、うん、2人組ぐらいで自転車乗ってる人いたんだけど、すごいでも、あ、今見ると、なんかこれぐらいの感じの価格帯のやつ乗ってるんだみたいな、なんとなく最初調べるからわかるじゃん。すごいね。そう、だから、あれ乗ってんのみたいな、結構見ると高級車じゃんみたいな、乗ってたりするから、うわ、すごいなと思って、やっぱ。そっか。え、見てもわかるようになるんだ。いや、なんか、結構、あの、こう、自転車の、こう、脇のところにかっこよく名前書いてあったりとか、あとは色で、この色の、あれってあれだよね、みたいな、こうネットとか見てると出てくるから、そういうの見てると、うわ、この年で、こんな若いのにこういうの持ってんのみたいな、の見てたりとかするとすごいな、と思って。うん。でもなんか走る分、パンクした時に自分で変えなきゃいけないみたいなハードルもあって。はぁ、パンクって結構確率あるの？いや、結構高いらしいよ。そうなの？そう。だから自分でパンクとかは変えれないと、そもそも走れないよね、みたいな。絶対できねえな、多分。いや、もうだから自分も空気入れるので精一杯だったのに、パンクできるのかな、みたいな。替えも準備しとかなきゃいけないし、とか。エサスペアとかってどこにしまうんだろう？それも、だから、しまう用なのを自転車のこうサドルの後ろにつけるのか、自分で身につけるようなカバンに入れるのか。みんな乗る人は、それつけてたりとか持ってたりすんの？そうだね。基本的に長距離走るような人は多分持ってるんだと思う。なるほど。で、空気入れも、なんか小型のこうガスみたいなので空気入れるやつがあって、うん、そういうのも持ってる人は持ってるみたい。
まあ確かにパンクしても取り付けるんだったら空気入れなきゃいけないもんね。そうだね。あれかな、なんかうちにもあるけど、なんか車のなタイヤの空気圧入れるみたいな、なんかオンにするとなんかそのシガーソケット経由でなんか空気入れるみたいなやつなんだけど、そういう感じなのかな。いや、なんかバッテリーがついてて空気入れるみたいな。自分が見たやつは本当にガスみたいなやつで、うん、シューってなるみたいな。うーん、いろいろあるのかもしれないけどね。ただやっぱ自転車乗りながらってなるとだいぶ小型じゃないとダメじゃん。あ、そうだよね。だってなかなか大きかったら大変だしね。だから自分も今日リュックカメラ背負って自転車乗ったんだけど、うん、やっぱ身軽じゃないと自転車乗れないって思って。ママチャリだったらカゴあるから乗れるけど、うんうんうん、カゴないじゃん基本的に。確かにないね。そうだからカゴ歩けにしてもなんか歩けたんの。いや、なんか外付けで、うん、本当になんかハンドル周りにこうつける感じにはできるっぽいんだけど。あんまでもそうだね、なんかカゴついて見たことないな。そうだから基本的に身につけるかサドルとかハンドルの後ろらへんに入れるようなちっちゃい小型のケースをこうくっつけといて、うん、そこに入れたりとか。そう、自分なんかサービスでついてきますみたいなので買った時に、ついてきたなんかそのサドルの後ろにつけるようなポーチみたいなのあるんだけど、自転車のその何かチェーンというか、あの盗まれないようにする鍵はなんかそこに入れたりとかして。そうだよね、高いから結構盗まれるパターンもあるからね。そうなんですよ。あれなんか一番いいのはそのタイヤと本体だけじゃなくて、うん、その固定できる地面とかそれこそこうポールみたいなところに一緒にくくりつけてあげるのが一番いいみたいな。そうだね、そしたらすぐに盗めないもんね。そうタイヤ外して持ってく人がいるらしいんですよ、はいね、なんならそう。すごい人何でも盗むもんね。そうね、俺もあれ学生の時とか一人暮らしの時に室外機盗まれたことある。ああ室外機盗むって何やねんみたいなんで。確かにね、なんかエアコンつけようと思ったらつけられなくて、ああそしたらなんかこっそりその他の隣の部屋とかも盗まれてて不動産屋さんが多分補填してくれたはずだけど。ああ、でもね、なんかやっぱ何でも盗むんだなって。いや、そうだね、金になりそうであればって感じだもんね。そうだね、広いのもそうだし、やっぱ東京だとさ夜でもビンビン走ってるイメージがあったから、このなんかゆったり感で車こう走りながら景色見ながらみたいなのってなかなか久しぶりな気がするから、だいぶこう、まあ、癒されるというか気持ち的に安らぐというか、ゆったりしてるから、ね、そう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 。なんかそういう景色見えると新潟帰ってきたな感が出るというかね。あ、うん、もとかですからね。そうね、この前それこそ日向坂のライブで東京行ったんだけどさ、往復あの何夜行バスで行ったのよ。もうなんか結構やっぱバスしんどいなと思って、なんか若い時はそんなに感じなかったけど、ちょっとやっぱこの年になって夜行バスで長時間バス乗るって結構しんどくて、寝るの大変だよね。そう、まず寝れないのもあるし、寝れないよね。そう、体バキバキすぎて、もうすげえしんどかったから、で毎回思うんですよね、それ経験して次はもう乗らないと思いつつ、やっぱ安いから横バス行こうかってなっちゃうから。
でも夜行性もなんか俺なんだろう、景色見んの好きだからさ、あなんかあのカーテンとかをさ閉めるじゃないですか。そう、窓の人ってさ、なんか窓とかちらっと見えるというか、ちょっと見えるとき見えるじゃないですか。そういう景色見えるのいいよね。そうね、なんか勢い夜行バスだったからもう完全に全締め切りみたいな感じだったんだけど、帰りは普通に昼間帰ってきたから高速バスで、そうだから外の景色見ながら、めちゃめちゃその日天気良かったから、すげえ、そう天気いいながらも結構山の方とか走るとまだ雪残ってるじゃん。そうなんだ。そうだからその感じも楽しめてね、久しぶりに冬を感じたというか。そうそうそう、まだ雪あんだね。雪結構残ってたよ。あ、でもあれか、この時期でも雪あるとかあるもんね。うん、そうだね。そうだそうだ。まあでも言っても4月だからね。ね。早いっすよね。早いっすわ。NGT の3期生候補生というか、うん、今オーディション中なんだけど、うん、そのなんか候補生のショールームみたいなのが始まって、はいはいはい、また新しい人が出てくるからみんなチェックするんですよ、うん、いろんな人がいる中で12歳っていう子が出てきてたから、いやーすごいね。いや今考えると12歳かと思って。え、すげえな。そうで、メンバーの中にはやっぱ24歳みたいな人もいるからさ、うん、本当に一回り違う子入ってくれるってすごいなと思って。そうだね。ちなみにあれなの、今の現状で最年少っていくつなんだろう。最年少今何歳だろうな。でも12とかいない。いないいないいない。今高校生ぐらいかな、ね、でも。え、じゃあすごいね。てかあれなんだね、募集要項的に12歳とかもありなんだね。ありありあり、全然。そうなんだ。12から20歳ぐらいまでは確かありやった気がしたけどね。へー、そうなんだ。うん、ただだからその一方で卒業する人も多いから。はいはい、はい、そう。今その一期から残ってる人とかってまあ少ないんだ。結構減ってきたよねやっぱ。そうかそうか。うん、まあそれだけ月日が経ったっていうのもあるだろうけどね。言ったらもう7年8年とかだから。すごいね、7年8年。そうだよね。あ、いや、普通に書類選考があって、うん、多分最終選考に残った人の中からショールームやりたいですっていう希望者がやるみたいな。それが何人ぐらいいるの？今日見た感じだと17人いたんだけど、ほうほうほう。ただ希望参加してない人もいるから、うん、希望してない人が、だからそれを含めると多分20人ぐらいは残ってんのかなみたいな。ただショールームやってても顔出しまだできませんみたいな人もいたりするから、はいはいはい、どんな子が入ってくるかまだわかんないのがあるんだけど、うんうんうん、そうそうそう。でも今日見た感じだともうみんなねチェックしてる人をチェックしてるから、この子伸びそうだなとか、うん、多分いろいろ見ながら見てんだろうなと思って。でもあれね、その中でも何人あと何人とか全員があれでしょ、その入るわけじゃないってことね。そう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 。うん、その選考はどうなの？その、あれなの？運営の人が決めるの？それともなんかファンの人が決めるの？運営の人が決めるんだよね。一応、ショールームの中でも順位みたいなのが出てきて、はいはい、なんか、参考にそう、ギフトを投げてもらったりとか、コメント多いとか、そういうのも参考には入れるけど、それがどこまで繋がるかはわからないみたいな。なるほど。いやでも今のメンバーもそれこそ2期生の時とかドラフトの時なんかはショールーム配信入る前にやってたりはしてたけど、うん、やっぱ入ってからやっぱ垢抜けると全然違うから、本当に原石を見つけ出す感じだろうなというか。うん、12歳なんて絶対顔変わっちゃうもんね。変わるね、うん、
身長も変わるだろうしね。変わるなんなら、あの声はわかんないけど、そうね、なんか変わるかも、うん、なんか男だとそんなに変わらないけどさ、うん、女性だともうすげえ変わるじゃん。確かに、まあ化粧とかもあるだろうけど、でも男の12歳とかだったらあれじゃない、なんかジャニーズとかだと考えると結構ファンじゃない。あ、まあまあそうだけどね。でもなんか顔の感じというか、そう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 、でもなんか女の人ってそれもなんか結構変わったりとか してくるから。確かにそうだね、振り幅ありそう。そうだから、ね、だいぶ印象多分最初入ってくるのとだいぶ変わるだろうなっていうのはあるけど、うん、 そうね、そういうのもあるね、うん、でもなんか今日結構見てる感じ新潟の子もいたんだけど、意外とね県外千葉とか、うん、そういう人もいたりとかしたから、うん、だから今でも NGT で言うと多分ね新潟出身の子よりも県外組の方が多いぐらいの感じだから。そうなんだ。そう、ただやっぱさすがにそこは NGT って名乗ってる以上は、はい、新潟の人もっと入ってほしいよねみたいなのはちょっと感じるところでもある。あ、そうだよね、だって NGT って、ね、そう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 、また卒業する人もいるけどね、入ってくる子も増えるから、うん、いい感じにまたなるといいけど、またでもまだ新潟戻ってきてから劇場も行ってないし、うんうん、全然そういうの参加できてないから落ち着いたら行きたいなって思ってるんですけどね、うん、動画にも撮りたいしね。意外とあれじゃない、この街並みだけで30分以上今撮ってるんだけど、はいはい、意外と見こうなんかさ映像だとちっちゃい感じしか見れないからあれなんだけど、うん、結構見れるよねやっぱ、うん、って思いながら、うん、今ちょっと撮ってたけど、もうこれフル尺でほぼほぼカットなしで乗っけようかなみたいな、まあ、ゆるっとしてるのも、うん、まああれだよね、まあ自分とサッシはもうねこっち戻ってきてから2回ぐらい撮影はしたけど、うん、あとはケンさんだよね、ケンタ、ケンさんの予選予定が合うような感じでまた3人とかね撮れるとねいい感じになりそうだよね。そうね、まあ多分あれだよね、動画的に止めるタイミングだろうなみたいな感じだと思うんで、そろそろいいあたりで頃合い的に、うん、もう結構だって40分ぐらいになるから、もう、うん、35分ぐらい撮ってるからいいところで終わりにしようかなと思います。はい、はい、まあ、たまに本当に顔出しもせず謝罪だけで声だけ配信みたいなのも、うん、いいね、うん、まあラジオ配信じゃないけどあってもいい。昔そういえばラジオ配信やったよね。やった。サッシとマッサンと。やったやった。やりましたもんね。え、それまだ聞けるんだっけ？再生リスト的には残ってるよね。残ってたと思うよ、多分。ああ、じゃあもし気になる方いたら当時の。そうですね、相当ね前だよね確か。え、もう3、4年もっと前かな。前じゃないかな。そうか。多分分かんないけど。そうね。まあでも言ってマッサンいる時代だもんね。まあそういうのも経ての今だから、ぜひそういう昔の動画も見てもらえると、そうですね、うん、うちらの歴史も分かりつつ、一定 NGT もね、最初から追ってきてるから、初期から見てもらうと、NGT の流れももしかしたら終わるかもしれないですね。ね。はい。そんな感じで、とりあえず終わろうかなと思います。はい。はい、終わります。